イスズ HTS12G キャビン上にある速度、表示灯。1990年式の三菱不走ザグレート。キャビン上にある三つの四角い緑色のランプが、速度標識灯。速度表示灯は、かつて日本の大型トラックに義務付けられていた、同化類の一種。道路運送車両法第3章の規定に基づく、省令。 道路運送車両の保安基準48条において、1967年8月以降の大型貨物自動車は、屋根状の正面から見て、すぐわかる位置に速度を示すランプをつけることが義務付けられた。これは、大型貨物車にのみ義務付けられたものであり、小、中型トラック及び大型バスには義務付けられていないが、それらの車両への取り付けは禁止はされていない。 以下法律の抜粋を記事にする上で一部改変したもの。速度表示装置は、下表に掲げる速度で走行する場合に後に示す、個数の等下を自動的に点灯する構造であること。時速 40km 以下、一つ、点灯時速 40km 超時速 60km 以下、二つ、点灯 60km 超、三つ、点灯速度表示等には、 自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手動スイッチ等を設けるものでないこと。速度表示灯は前方100メートルの距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。速度表示灯の投稿の色は黄緑色であること。速度表示灯の表示は、 平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであること。速度表示装置は、運転者が、運転者席において、その作動状態を確認できる等かその他の装置を備えたものであること。すなわち、走行しているトラックを前から見ると、速度表示等以下のように見えることになる。しかし、上で、により示した。 時速 40km 以下で一つ点灯であるが、点灯し始める速度について、法規上は、点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、いかなる場合にあっても、時速 20km を超えてはならないとある。つまり厳密に言うと走り始めて、すぐに一つ目を点灯させなければならないのであるが、 実際はかなり動いてから点灯する個体もあり、時速 20km で一つ目が点灯すると誤解している人も多い。また、当時の車両に関しては玉切れのまま、長期間放置されているケースが多く、実際に点灯させて走っている場面を目にする機会は少ない。見た目の問題から、アフターパーツのランプカバーで覆うドライバーもいる。 1967年に制定されて以来、この速度表示灯の義務により、とりわけ、欧米メーカーの輸入トラックにおいて、弊害となった。日本のみの法律であるため、海外製の大型トラックを日本に輸入する際、新たにこの速度表示灯を取り付けなければ保安基準を満たしていないと判断され、認可が下りなかった。そのため速度表示灯を取り付けるために、 デザインの変更と改造費用がかかることとなった。またこれは、パッと見ただけではわかりにくい車両の速度を、視覚的、直感的にわかりやすく、見分けられるために取り入れた制度ではあったが、運転免許講習を受けていない、一般人には、速度表示等の持っている意味すら知らないものが多かった。以上のようなが問題となり、1999年の、 法改正により廃止された。その代替として大型トラックには時速 90km で動作するスピードリミッターの装着が義務付けられている。ありがとうございます。